皆さんご機嫌いかがでしょうか総会キックです。さて、俺らね、最近、プロ野球スピリッツの,あの野球ゲームの実況をね、アップしてるんですが、まあね、あの話してるように、最近そんなプロ野球見てないんですよ。それで今ね、あのネットのプロ野球データフリークかこれ、フリークのね、あのサイトを見て、あの今年のプロ野球選手たちの成績のね、勉強しております。はい。 俺はこのプロ野球データフリークの、このサイト好きなんですよね。二軍の成績も全部見れて、ねえ、なんか、その、なんていうかな、企業が作ったようなサイトには思えないんだけど、すごい見やすいですね、このサイトで、ね。はい。まあ、それで、まあ、阪神はもうチェックしました。はい。全然知らなかったです。<laughs> あの、まあ、 佐伯投手が勝ち頭だったんですね。13勝3敗。それで村上投手は去年よりも成績が落ちて、まあ防御率も2.58、悪くないんですけど、7勝11敗と。まあ、それで大竹投手がね、あの今年も良かったんですね。もう左のエースですよね。はい。まあ、それで西勇貴投手、ビーズリーもね、活躍したんですね。俺は全然あの、クライマックスシリーズとかも見てなかったんで、あの、<laughs> ごんさんなんかね、無知でね。はい。 そんな人間がプロスピの実況やっていいのか分かりませんけど、あ、一応経験者なんで、野球経験者なんで。まあ、それで、青、青柳投手もね、まあ2勝3敗と。切りが良かったんですよね。最優秀中継ぎ取ってね。伊藤投手あたりは故障してたんですか高橋春とか故障してたんでしたっけね。まあ、漆原。それ、富田蓮がすごい良かったんですね。はい。まあ、石井大志投手も、ね、この方。 あ,あ、北県の、あ,あ、そうか、これ、独立リーグから入ったんやね、4年目で。すごいですね、この選手。だから独立リーグからもうこんなすごいピッチャーが出るんやね、もうね。うーん。まあ、1.48でホールド30。俺らの野球見てた頃ってホールドってなかったから、よくホールドの <laughs> 意味がわからないんですけど、中継ぎのなんかし指標みたいなものですかね。ま、1位第1投手と、 まあ、キリシキ投手が活躍したんですね。中継ぎとしてはね。まあ、それで、ゲラー投手が、まあ、抑えやってた時期もあったのかな。全然知らなくて。このピッチャーやっぱ、球速いんだよね。パナマからね、来られたそうで。やっぱりメジャーですか。うん。まあ、そこまで書かれてないんやね。ね。うん。まあ、ゲラ投手も活躍したと。まあ、それで、まあ、もちろん抑えの切り札は岩崎投手ですけど、 親父がね、いつもなんか、矢じってますけどね、球遅いとか言って。矢崎投手でも投げ方が独特で、多分ボールが見にくくて、ストレート多分球速よりも速く見えるんでしょうね。ね。すごいいいストレートですよね。うん。親父は分かってないんだなと思って。で <laughs>、ね、及川投手あたりもね、まあ、ちょっと故障がちなんですかね、横浜高校でね。 俺はこの投手を覚えているのが、その高校時代になんかフォーム崩してませんでした。なんかイップスなんかなっていうぐらい、ちょっとフォームの、ちょっと球の離れの場所がなんかバラバラな感じがして、それがなんかプロ入ってから全然良くなってたんで、へえーっと思ってね。ん。<laughs> ね、ビッグスリーですよね、及か投手はね。高校時代のね。 うん、西純也投手も応援してるんですけど、西純也投手は今年はどうだったんですかねえ、なんかバッティングはめちゃくちゃ実はいいんじゃないかっていうね、話があるんですよね。ねうん、難しいところですよ、ね。ピッチャーとしてもね、素晴らしいボールを放りますから。ねそれでプロスピーの方で、トレードしたんですよね。トレードしたというか、申し込んでるんですけど、 ねえ、誰を出すか、ピッチャー出そうということで、島本投手、ちょっと出そうということになって、島本投手ファンの方申し訳ないんですけど、福知山整備。ね福知山整備ってノムさんの学校じゃありませんでした。違いました。森木投手がちょっと、すごい不審で、ねえ。うん、ちょっと苦しいんですかね。うん。まあ今、阪神ピッチャー、いいピッチャーいたくさんいますからね。湯浅投手あたりも、 ねえ、なんか故障なんですかね。それで椎葉投手が160キロ投げるっていう言われていて、あまり実際スピードが出なかったっていう話で、まあ中盤からスピードが出るようになったんですかね。ねこの方も四国、徳島、あの、独立リーグから来て、ねえ、まあこれからですよね。ねはい。まあ。まあそれで、まあ打線ですけど、 なんか緩い動画で申し訳ございませんね。阪神打率トップ、近本選手だったんですね。まあ打線がちょっと前半戦ね、低迷していて、大山選手も森下選手も佐藤るも全部ダメで、まあでも後半巻き返したんですよね。まあ木並選手も2割1分。 ちょっときついですね。前が右京あたりがね、打率2割6分9厘で、ただ長打力がね、4本と、ちょっと物足りないなっていう、まあ、それでキャッチャーがいないという話をしてましたけど、まあ、坂本ですね。ね坂本選手が理政社高校なんですね、明治大学。まあ、ただ、出身地が兵庫ということで、まあ、来年あたり坂本あたりが使われるんですかね。うん。まあ、俺はその中村翔成を引っ張ってくるっていう、あのね <laughs>、 <laughs> やってますけど、プロスピー実況ではね、まあでも、とりあえず成功するかわかりませんけど、まあ、ノイジーあたりもね、ちょっと期待外れだったなあっていう、まあ、それで渡辺、渡辺龍は選手あたりもね、頑張ってるんですよね、うん、ね、東海大甲府、うバッター、まあ、<laughs> 糸原、島田選手あたりが、ね、62試合出て、2割7分5厘っていうのは、結構立派ですね、ね。 うん九州学院。九州学院って言ったら村神様、ねヤクルトの九州学院でしたっけ <laughs>、うん。まあ28歳なのか、足が速かったっけ。うん、足が速いんですよね。ね、2022年は21盗塁と。うん 原口選手あたりもね、まだ頑張ってるんですよね。ねえ。なんか病気を克服して、ねうん。ね今年は成績良かったんですよね。まあ、ただ、ねかつて3割とか記録したこともあったんや。ねうん。まあ、まあ、まだまだやれるなというところで。 まあその大山選手がね出ていくかもしれないという話があるんで、ちょっと阪神、大山選手はファーストでしたよね。外国人を引っ張ってくるのか、まあ出ていくかわかりませんけど、ファースト、ね岡浩太選手あたりが、まああのプロスピンの方ではねプロ入り初ホームランというなんかテロップというか、サムネ打ったんですけど、あ今年3本ホームラン打ってるんですね。 あれは、あの、ゲームでは2024年の開幕戦だからホームラン打ってなかったってことやね。はい。まあ来年あたりこの選手も2軍すごい良かったんですよ、これ。あの、ファーム成績が3レー0分8人だったんですよね。これ一応主、規定打席に達して首位打者だったんですかね。ね。まあホームランも8本打ってるんで、ちょっと来年あたり ねえ、まあ大山選手がいなくなったらなんかチャンスも出てくるのかな。ねえ、うん。うん。まあ打線をちょっと阪神は強化しないといけませんね。うん。まあ、それで、まあびっくりしたのが、この中川隼人選手っていうのが、これキャッチなんですよ、キャッチャーで。打率3割2分1厘でホームラン4本ってすごくないですか 京都国際高校、ね夏の甲子園優勝した、愛知県の方ですけど、いや、この選手がちょっと注目じゃないですかね、身長172センチとそんな大きくないんですねいや、期待できるんじゃないかなっていうね、うん、うん、まあ来年、ちょっと阪神はどうなんですかね、まあピッチャー頼りになるんですかね、やっぱりね。ね まあそれでいろいろ見てたんですけど、まあちょっと全部見たわけではないので、まあ、広島あたりも見ましょうか。あ、これ2軍ですね。あ、中村翔征たりは2軍では2割7分8人と。ね。うん、まあ 2, 2軍ではね、まあまあでも1軍では打てないんですよね。まあ、林光太選手あたりも一時期出てきたんですけどね。うん、まあ今1軍では厳しいのかなと。 うん、2019年の時にプロスピで小園選手を、ね、追いかける形で実況したんで、広島の選手あたりはなんか調べたりしてたんですけど、まあ、当時ね、そのまあ、2軍にいた選手たちが結構1軍で活躍してるんですかね。ただ矢野選手あたりはいなかったかな。矢野選手もうショートですよね。2割6分打ったら立派ですよね。小園選手がやっぱりショート守れてないので、 サードで、まあ、なんか、ね、その、明治大学の胸山を取りに行くということで、ね、となると小園選手あたりもね、レギュラー安泰というわけにはいかないのかな。まあ2、2割8分ですからね、もう一流選手の成績なんで、4番打ったりもしてましたからね。うん。まあ、菊池選手あたりがもうちょっと、まあ、ね、もう34歳ですからね。うん。 えっと、末金選手だよね、これね。うん。まあ、ホブランのね、打つ選手が広島少ないので、大阪ガスや。大阪ガスとかなんか懐かしいんだよね。都市対抗野球で後楽園に行ってよく、あの、日赤と大阪ガスとかた結構対戦してたんで、大阪ガスの応援が好きでね。おうー がす「おうさかがす」「おうさかがす」っ <laughs> てそれすごい覚えていて,て僕ら小学生で楽器だったんで「おうならがす」ってやじ,やじってました「<laughs> おうならがーす」とか言ってすごい覚えてるすごい面白かったんでうん ねえ、1軍では中村翔征選手が1割4分5厘。うん。うん。ねえ、まあでも打率の高い選手が多いですからね。まあ終盤失速してしまったのは、ねえ、やっぱピッチャーですか。秋山選手もなんかねえ、まあ実は、かつての実績からしたら物足りない成績なんですけど、西武時代と比べたらね。まあでも、頑張ってますよね。西武時代ね、ね25本とかホームラン打ってますから、それに比較したら、 ホームランがもう格段に減ってるので、うん。まあ、メジャー行きましたからね。まあ、坂倉選手あたりが、ね、まあ、キャッチャー守ってるのかなまあ、ちょっとこの選手は、やっぱり、もう、キャッチとして、まあ、中村翔成選手がね、出ることは、 まあ厳しいですよね。まあ、外野で登録されてるみたいなので、うん。ただ、俺は引っ張ってきて、阪神ではキャッチで使おうと。プロスピーではあまり関係ないじゃないですか、そんな <laughs>。ね。リードとか、ね、俺らがやるわけだし。うん。はい。それで、まあ、ピッチャー、ね。うん。 森章平。このピッチャー知らないな。鳥取県。へ三菱重工ウエスト。寛大ですね。うん。で、遠藤淳。このピッチャーもまあ活躍したんですね。防御率1.74。うん。霞ヶ浦高校。へえ。遠藤淳。ちょっとこの辺りは俺ら全然知らなくて、ハッチ デデ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 デハーチうんねえ1年目1億円年俸もらってるんでやっぱりメジャーメジャーですかどうですか1億円程度であればメジャーではないんかな 3A の選手ですかね まあ野村、野村投手あたりもね、4勝止まりだったんですね。え、えっと、まだこ、ごめんなさい、これ2軍やね。<laughs> ごめんなさい、2軍の選手か。はいはいはい。<coughs> うん、ねえ、まあ、1軍見ましょうよ。ねえ、とことあたりも、俺らがプレイしてた頃は床だか。ねえ、確か、あのー、 二軍にいたんじゃないかな。ねえ。美濃学園。美濃学園からこんなすごいピッチャー出てるんや。へえ、美濃学園ねなんか、一昨年か2年前ぐらいにね、近畿大会出ましたけど、へえ、すごいね。中部学院大学。へえ、美濃学院なのよ。床田投手って。へえ、すごい。美濃学園って美濃自由ですよね。美濃自由学園ですよね。ね 山本太郎の後輩ですよ。うん、ねえ、ああ、11勝、11勝してるんだ。床田投手、へえ、全然知らなかったわ。美濃学園なんや。まあ、兵庫県の選手で。あの、兵庫から、高塚からその美濃学園通ってる人も多いんですよ、うん。山本太郎さんもね、高塚の人なんで。えー、それで、あとはまあ,ことあたりもね、まあ、俺は二軍でね、 ね実況やってる2019の実況やってた頃いましたねうんまあ一軍でも活躍してるんだなと、まあ、森下投手あたりはね10勝10敗というのはちょっと物足りないよね大瀬良投手もね大瀬良投手1.86で 6, 6勝6敗っていうのはまあねえうん 森下あたりは2年目でしたっけあ,あごめんなさい 5, 5年目 <laughs> 時間止まっとるな <laughs>、まあ、10勝以上したことないんやね,ねえうん明治大学でなんかドラフトをかかった時はいいピッチャーだなとか思ってましたけどそれは2019年でいましたっけね栗投手7勝10敗玉村投手あ島内壮太郎ってすごいんやね あ、このピッチャーはでも中継ぎですかね。うん。うん。九州共立大。うん。へえ。えっ、ー、と、これは一軍ですよね。<laughs> まあ、野村あたりが。 ね野村投手で甲子園でね、あの、広陵高校で、決勝で佐賀、北でしたっけぶつかってね、ストライクをボールと判定されたみたいな。うん。あもう最近は勝ててないんやね。うん。うん、ねえ。まぁちょっと見ていきましょうか。DNA。ねえ。 まあ、東投手を知らないっていう話をしましたけど、立命の選手なんやね。ね愛工大名でへえ。まあ一流選手ですよね。ね2023年16勝。へえ。うん。まあ超一流ですね。ねエースだもんね。うん。ね山崎康生あたりが、ねちょっと衰えがあるのかな、みたいな。 山崎やさきごめんなさい、ね、アジア大学帝京高校、うんはいまあ、徳山投手あたりもねね大阪桐蔭の根尾選手の一個上でしたっけ早稲田大学から入ってきましたけど うん、今年は結構ね、試合に飛ばして、防御率2.45は立派ですよね。ね。うん。えー、と、というわけで、まあ、ざっと見ましたけど、こんな長く撮っても知らないんで、まあ、このサイトね、いいですね。うん。ね。うん。まあ、というわけで今回これで終了しましょうか。ちょっと動画撮ってみました。まあ、阪神の、その、このサイトで俺ら勉強します。はい。それではご視聴ありがとうございました。しまた会いましょう。